五ギ一枚へ進む。ある場所に向かって移動する。画像は走るメキシコ狼。五ギに物事が時の経過とともに、ある状態を深めながら進んでいく。画像は怒りが我慢ならないレベルまで進行した男性の表情。五ギに画像は肝硬変が進行した患者の肝細胞。五さ三計画に沿って物事がはかどる。はかどっているのかいないのか。 画像は建設中のサグラダ・ファミリア。進行には以下の語義がある。前へ進むこと。ある場所に向かって移動すること。物事が時の経過とともに、ある状態を深めながら進んでいくこと。病状などが悪化することも言う。あらかじめ考えていた線に沿って物事がはかどること。はかどらせること。活動、作業などを進めること。音楽用語音が次の音に動くこと。 また、その動き方。日本の動きには、平ら信号、半信号、射信号の三種類がある。信号機の青は、信号といって、進むことができるという意味を持つ。鉄道関係では、ある区間にある信号をその区間の許容最高速度で、通過して良いという意味を持ち、出発信号という指差し観光の言葉は、出発信号機が信号であることを示す。医学、 医療等の分野では、症状が進行する、見込みの高いことを日本語で進行性という。英語でも、多義語プログレッシブの一語義である。例えば、プログレッシブパラリシスは、進行性麻痺のこと。現在進行しているというよりも、進行したというニュアンスを強く表現する場合は、アドバンスドを用い、例えば、アドバンスドキャンサー、アドバンスドステージキャンサー、 アドバンシングキャンサーなどと用いる。音楽では、ある和音から、ある和音に移行することを示す。英文法には、動作や状態が継続していることを指し、その状態を指す文型に、進行型がある。これは過去進行形、現在進行形、未来進行形の三種があり、日本語では、動詞の連用形ているが相当する。ありがとうございます。